ようこそ手塚治虫全巻チャンネルの何がしでございます。皆さんお久しぶりでございます。帰ってまいりました。無事退院することができました。ありがとうございます。いやーですね、ほんとね、長かったようなあっという間の1ヶ月でありました。がん告知から数えますと1ヶ月半ぐらいになりますけれども、自分の人生にとってですね、非常に濃密な1ヶ月半でございました。病名はですね、 S 状結腸がん、いわゆる大腸がんであります。先生はですね、12センチほど切ったと言っておられましたかね。まああまりね、ちょっとよく覚えてないんですけれども、悪いところをですね切除して、つなぎ合わせているというところでね、腸が短くなっているという手術でございます。結果はですね、進行がんではなかったそうですので、抗がん剤治療は行っておりません。現在のところ経過は順調でですね、特に今のところも問題ないというところで、まあ、お腹にねちょっと力が入ると痛いですし、食事の制限もあります。ですが特に一般生活に支障がないというところで退院となりました。もうね、本当病院関係者の方々に感謝でございます。術後は当然ながらですね、全く動けないんでね、全てを看護師さんにやってもらうんですけれども、看護師さんってすごいですよね。まあ本当ね、本当すごいなっていう感じですね。もう人としての鏡ですよね。白衣の天使とはよく言ったもので、本当にもう天使でございました。もう感動レベルです。そしてこのコロナ禍の中でですね、がん治療ができたということ、これにも感謝しております。聞くところによるとですね、コロナの影響でがん治療が後回しにされている病院もね、あるようでございまして、まあ、幸い僕の入院していた病院はそうでもなかったんですけれども、それでも連日大変な医療現場で働かれている方々には言葉ではね、もうとても言い表せないぐらいに感謝のことばかりでありました。とにかく何から何までね、もう感謝でしかない1ヶ月でございました。そしてこのチャンネルのことなんですが、休止する期間の入る前にですね、動画を配信を止めるという動画を最後に配信させていただいたんですけれども、この動画がですね、自分でももうびっくりすることになりまして、3万を超える再生数と、420を超えるね、コメントをいただきまして、もうマジでね、もうビビりました。これは、こんなにねたくさんの方々の目に留まり、そして多くの方々からの励ましのコメントにはですね、もうめちゃくちゃ勇気つけられました。本当にありがとうございました。手術をする前にはですね、事前に先生から大丈夫というふうには聞いておりましたが、やはり何があるか分かりませんし、血液検査いかんによってはですね、治療が長引く可能性もあったわけで、まあ、正直内心穏やかでない時もありました。そんな中でですね、皆様の応援いただけるコメントにはすごく励みになりましたし、勇気づけられましたし、本当に精神的な支えになりました。本当にこれは感謝でしかないですね。ありがとうございます。そして、あとはですね、予想以上に動画を、楽しみにしてくださっている方々が多いというところですね。こちらも驚きとともにものすごい励みになりました。復帰を待ってくださっている方がですね、いるということがこんなにも自分の精神的な励みになるのかというのを感じました。待っていますという短いコメントではあるんですけれども、こんなね、自分でも必要とされているんだなという承認欲求が満たされる感覚がこう湧いてきましてですね、背中を押してくれると言いますか、頑張らなきゃいけないというふうにね、前向きになれました。動画を配信されている方であればお分かりだと思うんですけれども、YouTube というのは配信を止めちゃうと一気に再生数が落ちちゃうんですよね。で、人目につかなくなって継続できなくなるというパターンが、YouTube でね、死んでいく動画の大半でありますので、まあそうならないように皆さんなるべく毎日更新をして再生数を減らさないように頑張っているわけなんですが、僕なんて、まあ、予告しているとはいえ1ヶ月近くも休止、停止するわけですからね、完全に再生数や露出度っていうのはね、低くなっていきます。そして一度露出が落ちてし
まうと YouTube 上のアルゴリズムなどでね、表示されにくくなりまして、以前のように再生数が回らなくなって死んでいくパターンというのも YouTube では当たり前なんで、その状況からですね、再びモチベーションを上げていくというのは、まあこれは大変だなというのにね、いう思いはありました。もしかしたらもうやめようかなとかね、そういう心境になっているのかもしれませんという、本当にねどうなるか予想もつかなかったんですけれども、ところがですね、これが予想以上に再生数がですね減っていなくてですね、かつチャンネル登録数が増えているというね、これはちょっと奇跡的な現象があったんですね。もうなんじゃこりゃっていう感じですね。そして配信休止するにあたって、ありがとうございますというね感謝の言葉もたくさんいただきまして、自分が知らずのうちに誰かに感謝されることをしていたんだと思いますと、なんだかくすぐったい思いではありますが、非常に嬉しい気持ちでした。誰かのねお役に立っているという存在理由は思っている以上に精神的に与える影響が大きくですね、モチベーション維持の支えに、なりました、こういうデータをですねやっぱ見ていきますと、多くの方々に見ていただいているんだなという実感が湧いたとともにですね、動画作成においてすごい励みの機会になりました。僕もですね今回の件でたくさんの視聴者さんから支えになる励みになる言葉をいただきましたし、また医療関係者の方々には語り尽くせないぐらいのお世話になりました。これほどまでにですね誰かのためになるという実感を持つことができたことは、人生の中においても非常に良い経験となりました。このようなね、経験はなかなかできるものではありません。本当に全てのものにね感謝申し上げたいと思います。そして今後についてですが、また証拠にもなくですね、配信を再開しようと思っております。ただですね、内容自体はあまり手をかけず、作成に時間をかけないように、今後は配信していこうかなと思っております。なんせですね、睡眠不足が体に良くないそうなんで、あまり無茶できないということも ありましてですね、家族が寝静まった静かな時間で作業するのが好きだったんですけれども、まあなかなかそういう風にはいかなくなってきたのかなと、ですのでただでさえ手抜きの動画なんですが、まあ、それよりもより簡素化していこうかなと思っております。差し込みの画像をなくしたりですね、効果音をなくしたり、編集にかける時間を極力排除して、もはや音声動画みたいになっていますけれども、まあそれもありなのかなと思っております。より良いものをですね配信しようというスタイルよりもですね、少しでも長く配信できるスタイルで配信していくということがですね大事だと思っておりますので、クオリティを落としてでも継続できるスタンスで今後はちょっと配信していこうかなと思っております。この度はですね、応援いただいた皆様本当にありがとうございました。そしてこれからもですね、偏った動画ではありますが、引き続き変わらぬご支援とご愛顧のほどいただければと思います。それでは次回より、動画再開とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今回はその報告でございました。ありがとうございました。